はい、こんにちは、こんばんは。おはようございます。ゲーム動画でいこうです。はい、京都言葉 RPG、言葉版、やっていきたいと思います。今回が2回目ですね。さて、ダウンロードを今行っております。どうも、新日本プロレスリングコラボイベントというのが、6月15日からか、7月5日まで、開催されております。エースの岡田和司から選手を、モチーフにした、キャラクターが、ガチャなどでもらえるということで、今回、そういうイベントをやっていきますかね。なおですね、プロレスって言ったらですね、ゲーム動画で行こうではですね。おっと、いきなり岡田、星5、誰だろう、この特にありませんって言ったのは。なお、ゲーム動画で行こうではですね、プロレスゲーム、ファイアープロレスリングワールドで、岡田が何回か、2回登場しております。上に、関連動画として出すかな？ありますので、よろしければお願いいたします。レインメーカーですね。星5ってことは、星6まで進化できんじゃないかな。なるほど。育成はしたいが、育成をするには、おそらく、育成というか進化をするには、他の選手が必要ですね。天山、違うユニットですよね。天山も。多分小島だと思うんですが。でも、新日本プロレスを言霊いると楽しそうですよね。これは、ケニーオメガだ。ケニーオメガ、先週、9日ですね。9日だったか10日だったか、大阪城ホールで、3本勝負。無制限3本勝負で、IWGP という、最高のベルトですね。新日本プロレスでは。それをかけて戦って、オメガに敗れた。ですが、すごい試合見せたようです。お、真鍋さん。謎に包まれてますね。ってますね。で、プロレスってできるんだろうか。どうすれば、本人のボイス付きですってやってる。こういう時真壁がよく出てくるんですよね。天小路もな。いいな。なるほど。この4人なの、だけなのかな。他にもいないのかな。この4人だけっぽいですね。真壁が、いろいろ人気あるんで、あと、ケニー・オメガが当然、岡田からタイトル奪って、現在の IWGP のチャンピオン、メインストーリーの中心にいる選手なんで、この辺の選手は、推しっていうことですね。人気ある選手ってことですよね。なるほど。ご覧の通り。で、どうすれば、もらえるんだ。言霊界に降臨するイベントがあるということで、大陸のステージ15初級と、大陸ステージ5中級で、降臨クエストがあって、結構、そこまでいかないよな。まだ始めたばっかりなのに、ステージ15って、ちょっと遠い。
でも、10年召喚っていうのをやってますね。は、内藤だ。おー、くしですね。くしだですね。お、永田さん。すべてを優秀に。ほんま、戻ってくるんかな。行ってみましょう。召喚です。すごい光りますね。なんか大きなものが出てきました。クシダかな。お、内藤出てきたよ。制御不能なカリスマですね。誰だろう、永田さん。そう、永田さん来ました。本人ですね。すごい。桜投げ好きの悪魔。そして、クシダ？クシダですね。星5クシダが出ました。なかなか、やりますね。新日本プロレスとは、2016年なんですかね。タイガーマスクダブルという、ま、タイガーマスクの続編っていうような、話がありまして、そこでまあ新日本プロレスの選手がなんと真壁に至っては本人役として本人声優で登場したりして、すごく話題になりましたね。そう、主人公のなんだろうな、アシスタント役といった方がいいわ。タイガーマスク W のアシスタント役があの三森すず子なんですよね。そう。まだ付き合ってんのか知らないですけど、岡田和親との文春法で、話題になったあの三森すず子ですね。が、まあ、武士ロードの案件ということで、武士ロードは今の新日本プロレスの親会社なんで、まあ、その武士ロードの声優事務所である響き所属の三森が、出てきて、9ヶ月やったんですよね。それを、それで新日本と結束をした。また、新日本でなんか作ってくれないかな。まあ、武士ロードの、まあ、社長を辞めましたけど、その創設者の、まあ、さじ加減次第かなとは思うんですけど、またアプリだけじゃなくって、こういう、アニメとかドラマとかやってほしいなとは思います。さて、どうしようか。普通に、進めていくか。なんか身が強いな。継ぐはなかったな。継ぐはなかった。結構
あんまりダメージ与えられてないな。ちょっとダメージがありますね。コンボでしかない。一発で倒しました。何だったんだろう。さあ敵現れましたよ。なんか梅雨らしいですよね。間違えた。倒しました。あんまり効かないな。あ、自爆したんですね、これ。まあ、もっとも、ボス戦なんで、倒しても意味がない。ご覧の対抗を獲得しました。岡田をちょっと、あ、間違えた。岡田を。岡田を育成してみましょう。一気に最強レベルいきます。
しかし素材がないんでパワーアップできないんですよね。さあ、次々使っていきましょう。なるほど、こういう召喚なんや。さあ、これで6名へ行けるってことで。入手方法は謎に包まれてますってやってますね。進化素材妖精みたいですね。さっきの続きを言ってみましょう。大陸6、岡田を育てた状態で戦わせます。お、いきなり岡田出てきましたね。おっと、ボスだ。さあ、岡田、頑張れ。あっと、宣告。お、一気に来た。7コンボだ。ドープキック、岡田のドープキックは高いです。でもなかなか強いですね、これは。相手はおー、うわー、一気にダメージが。これ負けるかもしれん。これで倒しました。自爆です。しかしこれやばいですね。回復させないと。これヒーラー系いないのかな。ヒーラー系がいないんだ。
あ、負けたかな、負けたかな。ここはコンティニューしましょう。イコってなんだろう。ボタストーン結構きたな。コンボ。倒した。勝ちましたね、一応は。まだまだですね、これ。疲れ。もう一体。おっと、何か起こるぞ、変化が。さあ、エリア2まで、エリア2に進行できたみたい。なんだろう、これ。あげあげ島？永田さんも育成です。おっと、
ひとまず、最高峰、最高レベルにしておきましょう。進化できないんだ。他のことだまんがいないと進化できないみたいですね。これですね、かなり進化ができました。さあこれでなんかチャレンジしてみたいと思います。出発です。お、なんかタヌキみたいな、みたいにできましたね。これでも適当に並べても6コンボですよね。倒しました。今度は2体ですね。倒しました。おっと、3体出てきたぞ。これは結構チキンで、おー、9コンボだ。全体攻撃。これで1体倒しました。2体攻撃。育児軸、はい、全体攻撃。
倒しました。素晴らしい。21個も解放しちゃいましたよね。時氏なんかあるんだ。すごいな、ドロップの、数が。8コンボ。死体蹴りですね、さっき。さあ宿題も解放された。そういうことか。さあ2体。おっと、なんか
トークってあよかったかもな。うんばっかりですね。OK、一体倒しました。まあ、まだ2回あります。7コンボ来ました。しましたね。まあこれは9コンボ来た。さらにどんどん積極的に召喚していきましょう。お、コトダマンも出てくるんだ。ショーっていうのがありますね。なんだろうこれ。内藤哲也も上げましょう。
まあ、どっかに限界が来るような気はするんですよね。はい、というわけで、新日本プロレスと言霊の連携を遊んでみました。岡田和親、内藤哲也はじめ、いくつかの選手を、ゲットすることができました。引き続きですね、この言霊プレイしていきたいと思います。はい、いつものことですが、チャンネル登録、またですね、高評価などお待ちしております。ブログ、ツイッターもご覧ください。また、最後の20秒に流れます関連動画、動画プレイリストもよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。